あじゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はーい。さあ本当に雨が降ってこういやだよね人人人と本当にもうねえねえ <laughs> でそのあのあい間というか晴れ間に散歩行ったらまたずぶ濡れになって帰ってきます。何あるのなんか <laughs> あの散歩に行ったら雨が降ったって言って <laughs> もうねあーちょっと晴れてると思って行ったら公園でまた土砂降りになって濡れながら帰ってきました。<laughs> なるほど、や、ねえ、なんかこうこ、今夜からね、なんか東海の方は特に大雨が降るとか言うんで、心配だよなねえやっぱりちょっとしばらくはこういうお天気でしょうね。ねえうん、よがないよねで。なんか雨降ってると、なんとなく気が重くなるんだけど、今日はなんかいい話ありますかすみません、もっと気が重くなる話で申し訳ないんですが、うんうん、池上さんの大好きなシルク・ド・ストレイユが破産したという。ええ,えは破産 そうなんです、うん、あの破産申請で、うん、あまあそれでまあ多分財政的にはカナダ、うん、まあカナダのね、うん、カナダだよねで、うん、あのカナダがまあ支援をして多分再生はするんでしょうけれども、うん、その破産申請っていうコロナで全国運営停止になってで一応 youtube などで配信はしてたみたいなんですけれどもで、うん、今朝私のすいません今朝の一番上からニュースはこれだ、えー あ,あそういや確かに2月かなんかに、はい、シール・ド・ソレイユの全公演があのキャンセルになったってニュースは見てて確かにどうしたのかなと思ってたんだけど、はい、そうか、だってねいろんなところで公演やってるから大勢の人をこう、ね、抱えてるよね。そうなんでですよねで私も<わ>あの最初で最後見たのが、うん、の池上さんのこれも大好きなラスベガスだったんですね。<laughs> はい、はいはい、<laughs> なので <laughs> もうなんかすごく楽しかった思い出になったので<ー>ラスベガスが<ー>のショーのおかげですごいショックだったんですけど。ねえいや,いや私もあの実はラスベガス結構行くんですけど行くたびにはい行くんですよ、ね、はい行くたんびにですねあちょっとシルクドソレイユのですね王とかカーとかミスティアとかですね次々名前が出てくるんだけど <laughs> はいそれをこう見てたんだけどああそうショックだな。 で今日6月30日ですよね、うん、やっぱりこういうニュースがこれからいろいろ出てくるのかなーなんて思って増えるんだろう、うね、増えるんだろうね、だって、あのショーに出るために本当にこう一生懸命あの訓練してた人たちいるわけでしょ、うん、どうすんだろうね。 うんだからあの、まあ、もちろんこれは、ね、大きな、まあ、国際的に活躍している方たちなので、ね、これだけニュースになりますけれど、うんうん、やっぱり大なり小なりいろいろな形で頑張って講演活動している方たちがいるわけでなんだかちょっとこの月末に来てやっぱりというような思いもあるしこれからどうなるんだろうという思いにもなりましたね,、うんねあのまあ、いろんな例えばこれ演劇の集団だったり、うん あるいはあの、クラシックのコンサートだったりしてもね、お客をビシッて入れるわけにいかないからこう1つ置きとか2つ置きみたいになったらお客の数が少ないと入場料を相当高くしないととてもできないよね。 うんねでもあの多分講演をなさる方としてはね皆さん来られる値段で設定を本当はしたいですよね、うんうん、っていうようなことを考えるとこれもやっぱり何かこう支援策みたいなものがないのかなっていう気がしますねいやーすごいショックすみません <laughs> 本当<に>いや本,当本当に一段と一段と,一段と気が重くなりますけどね <laughs> すいませんじゃあもっと気が重くなるかもしれなえ,えなんかいい話しないさんとあったこと聞いてるの何はい <laughs> いやあの気が重くなるというかちょっと心配なニュースで、うん、あの中国でまた新型の今度はインフルエンザが見つかったっていう話ですほうはうんい、うん、なのでえっ、ー、と、うん、まだこれは別にそのすごくこう気をつけなきゃいけない話じゃないけれどもでも目は離せないというか、うん、あの無視はできない状況だっていうようなことが書いてあるんですよね、うん、まあ豚 由由来、来たり前ですね。うん、豚由来ね、うん、はい、いの、ね、のものが見つかっだってねこれまでにずいぶんいろんなインフルエンザがあって例えば A 香港型とか A ソ連型なんて言ってるけどあれ実はみんな中国由来なんだよね。う,ーんうん。で中国由来の鳥,インフルエン鳥からの感染だったりあるいは豚からの感染で人間と人間の間にこう感染していくというそれが世界に広がっちゃったっていうのにうまた新しいインフルエンザ。 もう新型コロナだけでひどいことになっているのに困ったもんだよねうんだから、またねこれもワクチンをまた新たに開発しなければいけないということになるでしょうし、うん、このねあの型がどうかとかちょっと私、詳しいことまだわからないんですけれどもちょっっっととこれは気にななるニュースだったなと思って、うんうんうん、それからさこれからあの秋か冬になるとさ今新型コロナウイルスがあんまり収束しないまま例えばインフルエンザがまた流行りだしたりすると。 最初の症状って似てるじゃない。はい。 ねえお医者さんのところで発熱外来に来てさあどうなのっていうことになるとこれはこれで困ってことになるよなうーんうんそでですよね、うん、であと今の時期もあの熱中症とやっぱりこう新型コロナの状況っていうのが、うん、最初やっぱり、ね、あの熱が出るというかそういうようなこともあったりするみたいなので<ー>そのあたりも本当にいろいろ気をつけなきゃいけないことがあるなって思いましたね。 なんだか暗い話ばっかりだな。すみません、つゆだけなもんですから。<laughs> <笑><笑>まあ、しょうがない。だから、現実だもんね。ええ <laughs>。今日はどうですか?。いや、実はね、ウォールストリートジャーナルが。アメリカ大統領選挙の世論調査の方法について、ちょっと書いてるのね。はい。つまり、4年前に、こう、アメリカの世論調査で。ヒラリーが有利、優勢ってだ、出てたのに、実はトランプが当選しちゃったと。うん。いうので。うんうん 今その反省から世論調査を、まあ、今、特に大統領選挙についていろいろやってるんだけど、うん、いそれぞれの調査機関によって調査の方法が違うと一体どれだけ正確になるんだろうか、うん、みたいな、うん、あの分析が出てるわけ、うん、それでちょっとびっくりしたんだけど、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルっていうと日本でいうと日本経済新聞みたいなもう経済の専門誌なんだけど、はい、あのここ世論調査してるんだけど 全米,確率全米を一つの,あの地域としての世論調査しかしてないんだってうんねえだってアメリカの大統領選挙って週ごとに大統領選挙に選んでいくでしょ、はい、だから週ごとに世論調査をしなければ意味がないのに全米全体での世論調査しかしてないんだってうんで4年前それをやったらヒラリーがトランプより4ポイントリードっていうのが出てでヒ、はい、ラリーが、えー、当選するんじゃないか でなったら総得票数ではヒラリーの方が当選したでしょう。あら、はい、ヒラリーの方が多かえずっと多かったです,ね,たですね,ね,ね。大統領選挙人の数だとあのあの確かにトランプの方が多かったんだけど全体でいうとね3ポイントあのヒラリーの方がトランプより得票数多かったので。うん。だからウォールストリートジャーナルは4ポイント差でヒラリーが当選すると予測をしていたらかなり正確に3ポイント差で ヒラリーの方がが得票数が多かった、うん、だけど大統領選挙人では、えー、トランプが勝っちゃったという、うん、じゃあそんな調査またやってていいのかっていう、うんうん、それをまた改めて確認するみたいな記事だったんだけど、うんうん、で、あの調査機関によっては州ごとに調べてるとこもあるんだってね。えーうん、なんだけどこうどうやってやるか。一人一人電話をかけて えー、あなたはだ誰を支持しますかってやるとものすごい手間暇がかかるじゃない、えー、だから今結構ねあの自動でコンピューターが自動で電話をかけてでで電話を取るとい,いきなりコンピューター音声で今からのアンケートに答えてくださいってそんなやり方やってるんだって、はあじゃあかける側がもうコンピューターになってるってことなんですね、うん、そうそう,う 突然そう録音されたような音声が入ってくれたびっくりするじゃん。うん、で「えー!」って言って例えばあのあの電話すぐ切っちゃったりすると、うん、アンケート取れないでしょそうすると、うん、次の人にって順番にかけていくんだって、うん、そうすると、ねそので「はいいいですよ」とこう電話を受けに応じてくれる人と、うん、そうでない人によって実は支持率が違うんじゃないかと で、そこまでのことをちゃんとやって必ずしもやってないんじゃないかということは、うん、今、世論調査がいろいろ出てるけどどこまで正確か、うん、不明だというような記事なんだよね。うーん、やっぱり世論調査って難しいですよね、ね電話でするってなると、ね、出てもらわなきゃ話にならないし、うん、答えてもらわないとまた話にならない。 そうなんでね,ねで昔はねそれでもね固定電話にで電話をするというのをやってたけど、うん、今、特に例えば日本でも世論調査の場合今、携帯電話の人が圧倒的に多いでしょう。えー、そうすると今、だいいた固定電話とそれから携帯電話に半分ぐらいずつ電話してるんだって、うんうん、でよく、ね、あるあの誤解が固定電話をにかけると昼間、電話に出られるというとリタイアしたあの暇な年寄りか。 あるいはい専業主婦とかそういう人ばっかりが電話に出ちゃうんじゃないのっていうそういう,こう勘違いがあるんだよね実際にはあの新聞社っていうのは例えば固定電話に出た時に「あなたのところには18歳以上の有権者は何人いるんですか?」って聞いて例えば「3人です」って言われたら電話をかけた側がコンピューターで3人のうち、えー、こう年齢順に何番にするかっていうことを無作為に選んで。 例えば、その中で3が出たらあじゃああなたの家の、えー、年齢で上から3番目の人いらっしゃいますかって言って電話に出てもらうんだって。ううん、そうするとだけど、いやいや、その人今あの、会社行ってますよって言ったらうん、うん、じゃあ、何時ごろお帰りですか帰ってきたところでその人に話を聞きたいんですって言ってそうやってこう電話に出た人を聞くんじゃなくその中でまた無作為にっていうことをやってるんだって。 でも、あれですねかなり手間もかかるしいわゆるこう詐欺電話みたいなものもあるから <laughs> なかなか直接電話に加入電話なんかに出るとかいうことはないですよね、今ねそ,うそうなんだってで例えば、ね、電話してあの世論調査のアンケートですあなたの家には18歳以上の人が何人いるんですかと聞くと。 失礼な、どうしてそんなこと聞くんだってそれで電話切られることがあるんだですよねだから本当にこう、世論調査ってもう大変だなってね今でも例えば東京都知事選挙の世論調査なんての出てきたりしてるけど、うん、どこまでその数字を信用していいのか調査する側は一生懸命やってるんだけど本当に、うん、あの調査しにくい時代になったよな。うん まあ、だからどうしたらいいんですかね、じゃんねねえっと、<laughs> どうするんですでか、ねうん、いや、俺ね、実は学生時代、あの新聞社の世論調査のアルバイトやってたの、ええその時にきね、住民基本台帳から無作為抽出をして、この家に行って、えー、話を聞きなさいって言われたリストを渡されて、うん一軒一軒訪ねて行って、えー、対面で調査ってやってたんだよね。うん、うんうん で、その人がいないと、いる時間は何度でも行ってそのやってたわけ、それをやると、たぶん、かなり正確に出るんだろうけど、うん、今の時代、そんなこと言ったら、何日かかるのって話になるでしょう。いやだって、そんな人来たら、お断りって言っても、さようならって感じですよね、<laughs> やっぱり、あとはあの、面倒くさいこ,うことはしたくないって思う方のが多いんじゃないかと思うんですよね。うんうん だからそういう意味でもこうね、世論でも世論調査ってこう今の国民がどんなことを考えているのかとかあるいは安倍内閣の支持率はどれくらいかっていう考える上で非常にまあ一つ重要な数字になるんだけど、うん、それがね、難しいっていう話だからアメリカでもね、トランプ大統領がこう支持率が低くて苦戦してるってニュースになるけどちょ本当かなぁと。ちょっと <laughs> ちょっと分かんないなって気にちょっとなったなっていう今日はそんなあの印象を受けたんですわ、はい、私はトランプさんは劣勢じゃないかって思ってますけどねあ<れ> <laughs> まあね常識的に見ればねそんな感じだけどね <laughs>、うん、まあこれわかるわからないですからね本当にねあ選挙は水物だみたいなこと言うしはい、はいね、いやーなんか今日はちょっと暗い気持ちで <laughs> 話か私明日は池上さんにあの香港の,あの法律の話をちょっとしてもらいたいなと思ってるんですけどああそうかあの、えー、国家安全維持法ね、えー、なんかかけされるんじゃないかとかあっけされたってすでにあ、うん、そうかそうかじゃあいよいよあし<の>からなのかな。 でそのだから、要するにもうこれであのたくさん逮捕者が出るんじゃないかとかこういろんな不安の声が上がっていて、うん、ちょっと私、こう記憶が定かじゃないんですけれども、うん、あの運動家の方のリーダーかなんか出国するっていう,、うん、う出国したのかなそういうような動きもこうちょっと出てきてるっていうわかりました、それをじゃあ明日できるようにあのちょっとあ調べてみます。